疲れ様です。皆さんごめんなさい喉がすごいガラガラごめんなさいごめんね。高尾さん、初見さん、高尾さん、道入くん、ずっとん、甘っこちょっとごめんなさい今日声がガサガサみたい。英作さん、原潤、寿司屋さん、トール、ディアちゃんかな、これさっき今日も違うか、かなーちゃん、シャピーシャピー、ちかなみさん、リクトくん、生ゾーニーさん、なべちゃん、ゆうじ、ジャック、まさとさん、ゆなじ、ピチオくん、竹内さんも、ジャックも、あ、この色いいんだ。モーリーありがとう。あ、ポンポンちゃんやばいね。りょういちさん、なおきさんも、あっきさん、フォンテンさんも、こんばんは。おもとさん、エレメンツさんもありがとう。ショールームは初見なんだ。ありがとう。高尾さん、高尾さんね、ありがとう。ミロさん、こんばんは。ポムポムプリンちゃんくんか、ポムポムプリンくん、置き場というか、まあ、あそこに置く必要ないんだけど、あそこに置く必要がそもそもないんだけどね。そう、最近笑いが止まらない。まあいいことなんだけど。あ、西村さん、お待ちしてました、ありがとう。ごめんなさい。ご飯炊けちゃった。え、ごめんなさい。ご飯炊いた、忘れてた完全に。ご飯炊けました、ごめんなさい。ゆいまちもこんばんは。あ、チョコフェスに来てくれてたんだね。あ、竹枕さんも来てくれた、久しぶりに、ありがとう。恥ずかしい、なんかごめんなさい。すごいタイミングでご飯炊けちゃった。恥ずかしい。ちょっとラク、あ、シャ、あ、ラクさんって呼んだらいいのか。シャラクさん、ありがとう、早速来てくれて。ツナさんもこんばんは、ありがとうございます。結構音がね、でわかるんじゃないのかこれ。ステマーさんもアンニョン、違う、ご飯、いや、なんかご飯を、あ、全然考えてなかったわ。ご飯を炊いて炊いてました。ご飯炊いて、炊いとこうと思って。夜ご飯をちょっとまだ食べてないんだけど、まだ何作るかね決めてないけど、とりあえずご飯炊いとこうと思って。寿司屋さん、そう、美味しく炊けたってことで、美味しく、なんかね、炊飯器が一回ね壊れて、でそれから新しいのをね、お母さんがね、なんと用意してくれてて、だからそれで美味しく炊けました。ちょっと前に買えた。修太郎くん、こんばんは、ありがとう。ご飯を毎日ね炊いてますね。うん、なんかこう溜めて、こう、なんて言うんだろう、2合ぐらい炊いて、こう冷凍したり冷蔵したりして使う時もあるんだけど、なんだかんだ毎日。結構私、その白ご飯を食べる量が多いので。そう、さきさん、もぐもぐ配信ではありません。配信の後、まあ買い物して、調達して作ろうかなと思ってる。だけどなんか雷がね鳴ってたっぽいから、さっき、だからちょっといけるのかなみたいな。いけるかなっていう。すぐ冷凍する派？冷凍しないか。なんかその結構すぐ食べるから食べるから。ハリネズミさん、カリタもありがとう、来てくれて。マイちゃんよりは食べない。100% マイちゃんより食べない。なんか私がその、なんか今日めっちゃ食べたんよねとかって話して、でまいちゃんにこうこれとこれとこれを食べてみたいなのを言って、勝てた試しがないですね。もうその上を行くので。さあ、後でもぐもぐ、ありがとう。ジャック、そう、雨降ってるよね、やっぱね。今日外に出てないんだけど、
外に出てないけど、なんか天気が悪そうというか、天気悪いのは知ってたんだけど、雷の音が聞こえたからちょっとびっくりしましたね。そうそう、ご主人様も来てくれてありがとうございます。雷のさ、怖いのがこう、なんか傘さしてたら、そのそこからなんて言うんだろう、電流が流れないのかなっていうか、なんて言ったらいいのかな、こうなんかその金属部分からこう雷通しちゃうんじゃないのとか思って、とか怖いんですよね。で今日雨降ってるんだったら傘をね、刺さないといけないから、どうなんだろう。カズマさんもこんばんは、ありがとう、来てくれてありがとうございます。来週末はね、みんなに会えるけど、今週末は何もなかったから、なんか新鮮というか、新鮮っていうのかな、うん、変な感じだ。西村さん、新宿も雷が鳴っていた。東京全体そうなのかな、多分。あ、イーさん、アンニョン、ありがとう、来てくれて。そう、雷歌えたらどうなるんだろう、どうなのかな。アイティコバは、ありがとう、来てくれて。どうかしらね。今日は30分ぐらいまでね、あの配信をしようと思います。なんか頭がね、ちょっと今日大きいんだけど。だるまさんもこんばんは、お疲れ様、ありがとう。東京だけど雨止んで、星見えてるの？あ、そうなの？なんか東京って星見えないよね。でもあの東京、なんかあの愛媛に帰った時にすごい実感するんだけど、やっぱ愛媛の方がめちゃめちゃ星が見える。そう、北海道は大雨、あ、大雪、やばいじゃん、大丈夫それ。そうだよね、結構寒いけん、あれか、北海道なんか大ごとだよね。北海道たまったもんじゃないでしょね。そう、東京は星見えないでも星見えないでしょ、本当に、まあ、あんまり見えないよね。ゆうちゃんの昔の写真見たけど、めっちゃ幼かった。え、いつぐらいのやつだろう。幼いよ絶対。やっぱそのなんか、なんだろう、あの20歳超えたぐらいから表に出てたら、あんまりそっからの変化ってなんかそんなにはないのかもしれないんだけど、結構その私は10代からねしてるから、そうなったら結構その顔の変化がその間に起こるよね、いろいろっていうのはありますね。田舎はそう、めっちゃ見えるよね。風院長様こんばんは、ありがとう、来てくれてありがとう。そうなんだよね。リホーメタルさんも来てくれてありがとうございます、こんばんは。やっぱ愛媛はね、そう、星が見えるんですよ。だからなんかあのアイドルしてた時に、こうミュージックビデオの撮影で田舎に行った時に、他のメンバーの子たちが星が見えるって驚いてたから、あ、都会って見えないのかっていうのをね、うん、気づいた。カッペイさんもこんばんは、ありがとうございます、来てくれて。野菜の頃のリオちゃんの動画見ると燃えるの頑張ってるもん、アイドル時代頑張ってるって言っても、なんか多分他のね、あのアイドルさんに比べたら全然可愛げなかったかもしれないけど、私にしては頑張ってた時代だと思いますねきっと、うん。東京、あー確かにジョイフルない。で私逆になんかあの愛媛だけだと思ってたとかいっぱいあるかもしれない。なんか愛媛にしかないと思ってたものが、それこそジョイフルとかもなんか愛媛にしかないと思ったら別に他の県でもあったから。そうそう、ヨッシーもこんばんは、え、大丈夫かな、気をつけてね、
感染しちゃったのかな。流行ってるね本当に。なんか芸能人の方とかもいっぱいニュースで感染したって見かけるから気をつけなきゃ。お大事にね。学校暮らしググったらめっちゃ怖い方本当ずっといや幼いよね、うん、すごい幼いなって思う自分でもあの時が、うん、なんせ高校生だからね。そりゃそうだよね。はるかさんもありがとうございます、来てくれて。なんか結構ねこう年齢重ねてきたからその分こうみんなが知らない時代っていうのかな、何て言ったらいいんだろう。例えばだけどバンドになってから出会った方々はアイドル時代とか知らないと思うから、そういうのを見るとね結構新鮮かもね、うん、タペストリーってあれかな、なんか晴れ着でやったやつかな、こう大きいやつねあるよね、そういうのかもしれない。みんなご飯をね食べました、夜ご飯。夜ご飯食べたのかな。私結構ねご飯もすごい迷うから全然決められなくて、夜ご飯何にするか、何にしようかな。明日テストだ、一日も待ってた。私も今日一日家でねなんかいろいろしてたお疲れ様、お疲れちゃうんだよ。髪サラサラなの入ってありがとう。全然今日はねでも結構癖ついちゃってるのよ。ありがとう。うわチラシ、あーうわー美味しそう。すごいなんか変な反応しちゃった美味しそう。お寿司めっちゃ食べたいんだよね。ご飯炊いちゃったけど握ろうかな自分でお刺身買ってきて。アジフライ、あのね魚はいいみたいですよ。この前お肌のメンテナンスでエステに行ったら、そのすごいなんて言うんだろう、結構質問じゃない、質疑応答なんて言うんだろう、カウンセリングだ、カウンセリングがあって、でなんかお魚は結構食べるといいよって言われた。そうイメージ得意料理はなんかそのこの前作った、まあ、めっちゃ簡単なやつだけどマヨ玉丼は結構美味しかったのと、あと麻婆卵も家族に作った時美味しいって。豚、私もね豚肉が好きなんですよね結構。チャーハンか、そうチャーハンも作れる具材はあるんだけど、えどうしようかな。ひかりちゃんやっほーありがとう。今夜ご飯会議してる夜ご飯会議だからなんかお肉を食べたい気もするし、ただお母さんがねじゃがいもを送ってくれてて、私じゃがいも好きなので、なんかじゃがいもを使った料理にしようかなとも思いつつ、何にしようかな。お寿司もいいな、お寿司めっちゃ食べたい。なんか東京でこうお寿司食べることないんだよな質疑をなんかね結構そのなんだろう、すごいいっぱい質問してくださってて、いろいろ詳しくね教えてくれたんですよ。うどんか、麺類ね。そう麺類私あんま食べないんだよね。ちょっと浜子ハンバーグ、あーハンバーグ食べたい、どうしよう。じゃあこの話聞く。さ今日ね、まあ私今日お休みっていうかその、まあ、お家でやることいっぱいあったからお家にいたんだけど、で朝ごはんというか、まあ、朝昼ごはんですよね。山ちゃんこんばんは、ありがとう来てくれて。で朝昼ごはんで何か食べたいなって思った時に、もう無性にハンバーグが食べたくて、私ハンバーグ大好きなんだけど、ハンバーグがすごい食べたくて、で結構私なんか一人暮らし始めて間もない時は自炊を全くしてなかったので、ハンバーグ湯煎でできるやつとかこう簡単なやつとかをこう冷蔵庫の中とかに入れといたんだけど、まあもう最近とかそういうの置いてないからなくて、でハンバーグどうしても食べたいと思って、ね、ウーバーイーツって思ったので、ウーバーイーツを
本当にこれ本当に冗談抜きで1時間ぐらい徘徊して見て決まらなくて、でその間お母さんと LINE とかしてたんだけど、お母さんもなんか、あんたまだ頼んでないみたいなさっきめっちゃ前に今から頼むわって言いよったやんとか言われて、でもそれでもずっともう1時間ぐらい頼めてなくて、でなんかずっと見てたらね、まあ、お腹の空き具合も限界で、でしかもなんかいろんなや食べ物見てたら何が食べたいか分かんなくなってきちゃって、でしかもなんかよくよく見てたら高いなって思ってやめた何やってんだか、なんかこういうのあるんだよね。なんか例えばだけど、今日絶対贅沢しようとか今日絶対大食いしようって決めてたのに、なんか結局高いなとか渋っちゃってなんか買わないみたいな。クーガさん、わたるさんもありがとう、こんばんは。ハンバーグ簡単に作れる、本当に亀風さん、本当にハンバーグ一人で作ったことないな。たきちゃんもこんばんは、ありがとう。そうだから自分で作った方が良かったの、結局そのなんなぁと思って、私本当にねそういう時間の使い方しちゃうのバカだから、もうなんかそんなことする間があったら、その間にそうだからご飯とりあえず高いから、もうそのおかずだけ頼むとしてもおかずだけにしようと思ってご飯か炊いて、でその間ご飯炊けたしね、もう悩んでる間に、え冷凍商品値上がりするの、それダメ。あみっちありがとうね、今日もね、こんばんは、ありがとう。えひかりちゃんめっちゃ食べた、えじゃあ食べようかな。だから結局全然今日食べてないよ、だからちょっと夜ご飯はなんかいっぱい食べたいんだけど、まあでも自炊するかな結局。でもなんかこうお惣菜コーナーとかに行っちゃうとね、美味しいもの見つけて買っちゃいそうになるよね。うん、頭髪検査引っかかって、えー大変やったか、なんかその響き若その響き若いわ。慎吾さんこんばんは、レイハンさんもこんばんは、ありがとう来てくれて。あ、クガさん嬉しい、本当にツアーもねお待ちしてますよ、ぜひぜひ。広島ね前回ね行けなかったから、私そうめっちゃ楽しみにしてます。で来週ま、来週末の日曜日は東京でねチキ会あるので、そちら来れる方はそちらもねぜひ来ていただけたらなと思ってます、よろしくお願いします。あ、ひろしさんもお疲れ様、こんばんは。みんなねやだよね、月曜日やだよね、まあ、私はちょっとあんま関係ないっちゃ関係ないんだけど、月曜日やだね、明日月曜日だね。もうさ日曜日って私、あ今日日曜日かって思う瞬間があって、お母さんからすごい LINE 来るの、でもお母さん一人で20件ぐらい送ってくるんだけど、でそれで知る、あ今日日曜日だって、お母さんがお休みの日にめっちゃ LINE してくるの、まあ、かわいいんだけどそうだからね。あ、黒ちゃちゃちゃんこんばんは。あー卵かけご飯大好き、卵かけご飯にね韓国のりふりかけ入れてごらん、めっちゃ美味しいよ。東京チキ会来てほしい。ヒロさんやっほーい、ありがとうありがとう。そっかそっか、だから部活帰り部活帰り、何のだよ。だからめっちゃお母さんと話してましたね、いろいろ。でも今日ねそう仕送り送ってくれたのが、ね、届いたからありがとうってなりましたありがとうってなった。そうなんだよ、あ東京だったんだ、そうなの。卵がケランあれケランアニンか、ケランマリが目玉焼きだった気がするんだけど、ケランが卵だった気がするんだけどな。卵韓国語、正解は
電波頑張って、電波頑張ってよ。ゲラン、ゲラン合ってるよね多分ちょっと Google 先生機能してないけど、手塩にかけて、何それわかんない。なんかね、でも家にピンクのね、なんか岩塩かな、あれはあったよ、あの愛媛の方のお家に。お父さんが一時期すごい塩にこだわってたいや電波ね、わかんない、こっちに吸い取られてるのかな、こっちのスマホに。こっちはもうあのなんていうんだろう、作業とかに使う方のスマートですからね。そう、なんかゲラン、なんて言ったんだろう、ゲとゲの間というかね、なんかなんて言ったらいいんだろうな、発音がね、あれ難しいんだよね。ありがとう、こちらこそ。私も単語は弱いから、韓国語もうダメだ、結構癖になっちゃってる、こうやってコネコネするのがこうやってするのが結構癖になっちゃってる。で、もう23分だった。最後に何か曲して終わろうかなと思います。何か、まあ、ローズマリーかな、わかんないけど。お塩って美味しいよね。でも私は結構卵焼きとか、まあ、スクランブルエッグとかそういうの作るときは甘い方ですね、わりかし、うん、基本はね。なんか塩っぽい、なんかというか中華っぽい感じが食べたいときはまた変えるんだけど、基本的に結構甘いね、卵焼きが好きです。飴玉ベトベトにならないそれはやばいけどね。ごめんね、立ちました、久しぶりに立ったエレキはちょっとライブでね、いや配信でもまあ弾きたいんだけど、結構ねあれなんだよね、ミニアンプだとエフェクター通ってないからいまいちなのかなっていう気がしてるんだよね。アコギにしようかな、アコギでやろうかな。エレキもまあ練習ではね、今日はエレキを弾いてたんだけど、よいしょ、アコギでやろうと思いますけどね。あ、ちょっと待って、その前にあなたのこれをいただきまして、あー君ダメだね、すぐそうやってなるねプーちゃんって言っちゃった。プリンくんが立った。危ない。わあ、夜ご飯何にしよう、ほんと。夜ご飯めっちゃ迷うな。夜ご飯何にしようかな。夜ご飯何にしよう。ずっとそれしか言えない。夜ご飯何にしようかな。みんなどんぐらい食べるんですか夜ご飯おかず一品と白ご飯とかですかね。そんなこっちゃない大丈夫か、このチューナー。結構フラメンコ、フラメンコってなんだっけ。餃子好きですね。私結構ね、餃子好き。あ、鍋か。鍋いいな。いいなとか言いながら、なかなかこっちではやることないかもな。ギター持ち出した瞬間ドキドキするのめっちゃ面白い。私もなんかその、なんだろう、今から弾くっていう、なんかその
気持ちでドキドキするはあるけど、多分それは別のあれってことだよね。ドキドキするんだ。今もするんだけど、なんかそのギターをね配信でやり始めて間もない時とかめちゃめちゃ、あ、ゲランで合ってた。卵やっと出てきた。Google先生、卵、あ、ちょっと待って、なんかいろいろ映りそうだから唐揚げ、え、ウィッチいいな。唐揚げちょっと迷ったんだよね。唐揚げ食べようかなってね、あ、違う、唐揚げ頼もうかなって迷った私。まったく、私のドキドキは好きなドキ、そんな直球で言ってくれるの、照れる、照れるわ。達也くんもテッシーもこんばんは、ありがとう来てくれて。そういえばあのリクエストをねどっかで聞いておこうかなって思ったんだよね、みんなに。今パッてここに出してもらった時に、結構私が曲の趣味が偏ってるんで、あ、ごめんね知らないみたいなことが多いからみんなに事前に聞いておいたらね、なんだっけ、そう、覚えてできるかなと思ってすいません。いや私もね全然パッと思い浮かばないから、こうやってやってる時に、そうだから何かしらでちょっとお願いしようかなと思って。今指でね弾く練習をしてるんだけど、すごいね難しいね。リサちゃんすごい。じゃあ何しよう結局決まんない。いや残響参加やりたかったんだけど、すごいね難しそうだった。そう、まあ、いつか上手になったらできるかな。指ってむずいの。指はなんか私もなんかいいちゃんとしたフォルムじゃないと思うんだけど、こういう感じで、なんかこうなんて言うんだろうね、ほんと指で弾く感じなんだけど、うん、これがね、じゃあまあ普通にローズマリーでもいいかちょっと今曲が思い浮かばないから、なんか有名な曲とかだったら、何にしようかな、ちょっとランキングのところを見てみる。中指も使う。私 逆中指、え、中指は使ってんだけど、小指か、小指とか、え、小指って使うのかな、そもそもどうなのかな、どうなんだろう。あ、じゃあロビンソンやろう、久しぶりにロビンソンやって、まあ、ローズマリーもやろうかな30分になりました30分になりましたけど、明日への手紙ってどんな曲、あれかな、もしかしてなんだっけ私の好きなドラマの主題歌じゃないのか、違うかな。じゃあそう、ロー縛りでロビ、ちょっと今日声が枯れてるかもしれないけど、まあやってみよう。
じゃあローズマリーやろうかな。ローズマリーもこのなんかスピッツさん世代の雰囲気があるよね。結構
がとうございました。あ、ヒョンジありがとう、たくさん。ちょっと途中で声が枯れちゃったありがとう結局10分オーバーしたけど、まあ、こんな感じで、こんな感じですと。あ、ありがとうございます。そうだね、今日 DM からね、初めて来てくださった方もいらっしゃったと思うんですけど、普段は私はまあ、ギターとちょっとボーカルもねしてるんだけど、普段はドラムのまいちゃんとボーカルとアコギのりさちゃんと3人でバンドをねやってまして、ツアーのこと言っとこう、ツアーもねスタートするので、ぜひ来ていただけたらなと思います。3月6日からだよね。3月6日からどこもあるんでしたっけ、結構いっぱい回るからババッといくよ。3月6日仙台、3月26日愛媛、4月9日名古屋、4月16日広島、4月23日福岡、5月14日大阪、5月28日東京ファイナルです。できるだけ参加します。ありがとう、IT 無理せずね、うん、待ってます。そんな感じでやるので、あ、ディビーさん久しぶり。そう、髪ね今エクステつけてるっていう感じで、で今もねやったんですけど、今回のツアーからね初めてアコースティックライブもすることになったので、アコースティックライブの方ではそのなんていうんですかね、メインボーカルはうちのボーカルのりさこちゃんが多分基本的に歌ってくれるんだけど、それもすごく素敵なバンドになると思うので、まあ、ちょっと見に来ていただけたらなと思ってます。で東京は、ですね、東京は来週の今日、来週の2月27日にお茶の水駅のね近くなんだけど、これなんて言ったらいいのかな、お茶の水ビル2階なんだね、うん、お茶の水ビルと水が混ざっちゃった今お茶の水ビル2階ですね、うん、結構最寄り駅が結構あるので、よかったらね、入場無料なのでそちらもまあお待ちしております。あ、ジャックありがとう。仙台初日やからね、楽しみですね、本当に。そんな感じでちょっとでもね気になってこう足をね運んでくださる方がいたらなと思います。よろしくちゃんです。今日も見に来てくれて皆さんありがとうございました。私も明日はなんか撮影したりなんだったりあるんですけど、月曜日ですけどね、まあ、いや、どうあがいても月曜日良くないな月曜日をいいように捉えようと頑張ったけど、月曜日やだね。歌声も美人も良かった、ありがとう、和也くん、ありがとう。一日ね、皆さんもお疲れ様でした、本当に。ありがとう、西村さん。そう、これからも配信はだいたい夜のこれぐらいの時間にやってるので、来れる時はねお待ちしています。ありがとう、元気もらった、よかった。私もみんなと話して元気になった。じゃあちょっとねご飯作るわ今からご飯作ろうと思います。じゃあね、ありがとうございました。明日も頑張ろうね。わかるわジャックね、鬼滅がないだなんて。ひかるちゃんも、しょうちゃんもありがとう、また来てね。モーリーもありがとう、また来てください。ゆのじも、つなさんも、みちひでくん、ジャック、竹内さんも、あみこちゃんもまたね。りみさんもありがとう。ご飯ちゃんと食べるから安心してちゃんと食べるね。ありがとう、バイバイ、おやすみなさい、また明日。